ブラジルの、はい、第1戦のスウェーデンの時は8番のですね、ジョルガがやや守備的だったんですかね。さあジョルジーニョ、ジョルジーニョ、相馬が当たる、こちらにロナウド、ジョルジーニョ、ロナウドヒールパス、中央で待ってるぞ、セッタリング、キーパー小島、ヒールキック、非常にこの予測もつかないパス、はい、そしてシュートがですねセンターリングかと思ったらシュートに行きましたね。中に入ることが決まっています。さあ9番ロナウド、ロナウドが18歳のブラジルのエースです。まさかちょっと危ないぞ、危ないプレーだ、シュートに行った、ゴール、はい、向こう側だったら向こう側だけのですね、要するにまさかロナウドからひっくり展開、ブラジル前にボールを送ったロナウドだ、井原が回る、ロナウド、ロナウド危険な、小島、小島がよく井戸にしますと、カラフトの最北端と同じ位置にありますリバプール、非常に肌寒くなっています。ほとんどの観衆の皆さんが明治25年に建設されました100年を、さあボールを前に送る、ロナウド18歳、ロナウド打ってくるか、キーパーを押しますが、これはジョルジーニョ、前に送ってロナウド、オフサイドありません。ジョルジーニョ、ジョルジーニョ、ロナウドにボールを送った、井原がマークしている、井原がクリア、イングランド戦ではワンポイントをマークしまして BBC スカイスポーツなどのインタビューを盛んに受けていました。さあまた日本ピンチだ、5番マルシオサントス、中央に入れた、非常に強いロナウドのシュートはキーパー正面。今日はフォワードにパレッカ、ロマーリオ、ベベト、中盤にドゥンガ、バックスにはブランコ、アウナイール、ゴール下を向きね、はい、スライディング来たやつをかわす、はい、ロナウド一旦下げた、ロナウドワンツー、前を見た、前にボールを送るが日本カットか、山田はまだボールはロナウドだ、来た、ドゥンガ中に入れた、ロナウド、さあもう一度組み立て直します。ロナウドがジュニーニョへ、ロナウド浮かせた、若い選手が今ゾロゾロ出てきてるんですよ、例えばフォワード時計ですね、45分を回っています、前半です、1対0とブラジル1点リード、ロナウド後ろに、今後半の笛が鳴りました、1対0、前にボールを送ってロナウド、マークしているのは大村、激しいボールの奪い合いだ、タッチラインのボールがロベルト・カルロス、前にボールを送ってロナウド、そしてふっと体を入れ替えたロナウド、ロナウド、オランダペースフォーアイントホーヘンのエースストライカー、18歳ロナウド、エジムンド、ロナウド18歳、エジムンドへ、もう一度ロナウド、エジムンド、ロナウド、細かいところパスを回す、ロナウドへ、ロナウド18歳のエースストライカー、ロナウド右に展開、ドゥンガキャプテン、ロジーニョ中にボールを入れる、エジムンドヘディングシュート、ロナウドが最後頭がただ一つ保持していない栄冠、それはオリンピックの金メダルです。96年アトランタオリンピックへのエースといわれ、金髪が風になびきます。最後にボールを送った、ポーンとボールを入れた、エジムンド、まだブラジルが攻め上がってきた、ロナウド前にボールを送る、サイドチェンジ、あっとこのボールを捉えた、ロナウド、ロナウド18歳のエースストライカー、ロナウド速い、ロナウドシュート、キーパー弾いた、もう一度